はいどうも、馬椿です。今回はですね、少し上級者向けの狩猟のテクニック、追い方を紹介していきたいなと思います。特に、上級者向けということで、ハンターセンスを使わない方法で、狩猟をして、そして痕跡を追うっていう形で要所要所ポイントをね、お伝えしていこうかなと思います。早速やっていきます。で、今回は、オジロジカもしくはミュールジカ、どっちかね、行こうと思うんですけど、まあ基本メインは今からオジロジカの方を追っていきたいと思います。で、僕の場合はなんですけど、マップの方に先ニードゾーンを、ピンを立てておいて、で今現在時刻が8時25分なんですが、この百科事典で動物、まあ、これは基本だと思うんですけど確認します。で、オジロジカの時間を見ると9時が、まあ、水なんですけど、その前後が餌場と、ネバがあるので、今の段階だと餌場から水場へ行ってる可能性が高いということですね。なので水場に赤ピンを立てて、餌場から、水場の流れを意識しつつ、最初にこのネバ、ここをちょっと見ていきます。で、ハンターセンスがない以上、音をかなり、まあ、耳にね、神経を使わないといけないので、まずは獲物を目視できるように、獲物を探します。あとあっちの青ピンが餌場なんですけど、餌場の方を、チェックしつつ、あと獲物の感度がとても高くなっているので、極力移動するときに自分の音に気をつけながら獲物を追っていくっていう感じですね。仮に獲物が走ってしまうと、もう完全に耳頼りになっちゃうので、なるだけ動物を動かさない形で、まず目視できるのがベストだとは思います。ただ動いたとしても全然音さえ感知できれば追っていくことは可能なので、そんなにめちゃくちゃ離れることはないので、獲物は離れても 300m とか移動する程度なので、しっかりじっくり追っていくことを意識します。ネバ周辺にはいないですね。まあそらそうですよね、餌場から水場の時間帯なので。一応見に来たんですけど、こっちの方にはいないです。なので次チェックしていくのが、あの赤ピンの方、ここに水場があるので、そちらを、あ、いましたね、目視しました。ここに、鹿がいます。さあ、鹿の種類を確認したいですね。角が判断基準なんですけど、僕のもう少し、本当理解すれば動物を見て判断できるとは思うんですが、少し遠いのでスコープで覗いてみましょう。ミュールジカですね。ミュールジカのオスが、こちらに向かってきてるので、あれを狙っていきましょう。で、距離を測るときはスコープかもしくはピンを立てて距離を取るんですけど、今回は、スコープで。距離が 130m ですね。 130m の地点で、狙いをつけていきたいと思います。さあ、ここなんですが、オス行きたいですね。いましたね。オジロジカですね。しっかりオジロですね。角が、角の形状がオジロジカなので、さあやっていきましょう。さあ跳ねました。今の時点でしっかりここで、見ます。今与えた血が吹いたのをよく見れば、ピンク色の血が、今吹き出たのが分かると思うんですけど、そのまま動物が、一回跳ねて、離れましたね。致命的なダメージが与えられているので、そのまま追い込んでいくんですけど、血を、痕跡をね、なんていうんですか、分析して、血のどこにヒットしてどれぐらいかっていうのがもう表示されないので、今のように、獲物にどこに着弾したかっていうのをしっかり見た後に、獲物の動きを、しばらく見て、
で、その後獲物の位置にピンを立てて追っていくっていうような形がベストじゃないかなと今のところ思ってます。で、着弾させた時にピンク色の血が吹いたので、心臓には当たってないんですけど、肺はしっかりと抜いたはずなので、今から、多分近くでしゃがんでるとは思うんですけど、あ、しゃがんでましたね。獲物がここに、倒れております。さあ、これで、獲物をチェックしていくと、あ、心臓いってますね。心臓の近くにスレスレで通ったのでダメージが入ってるっていうような感じですね。で、今ちょっと獲物をね、追うっていうところまで行けなかったので、次は少し、まあ、ちょっと獲物にはね、申し訳ないんですけども、ちょっと軽く被弾させてから獲物を詰めていくっていう感じでやっていきましょうか。さあ、ここからまた獲物探しなんですけど、今、まあ、狩猟圧が少しここでかかってますが、獲物はそのまま、この山の方、北の方を向いて走っていったので、まあ、北東ですかね。なので、ここで予測します。このまま北東に抜けて、この地点で、落ち着きながら水場に向かうと想定して、青ピンの方に目指していきます。で、風向きが悪いので、狙いは右下、右回りですかね。右回りで、この北側、北、まあ、北東側をチェックしながら、まあ、ピン打っときますか。この2つ目のピン、あの辺りをずっと警戒しながら、右回りで開けたとこから水場の方に抜けていきます。まあ、今の一撃で、300m ほど鹿は走ったはずなので、すぐこの近くにはいるんですけど、見える範囲にはいないんじゃないかなと思います。回っていきましょう。で、このレンジャーモードではフォトモードが使えないので、フォトモードを使って血の血痕を探すだとか、獲物の情報を得るっていうことが全くできないので、完全に自分の、センスを磨き上げていくっていうことが重要になります。そのためには獲物の警戒の鳴き声であったり、種類であったり、オスメスの判別であったりっていうのを理解していくのが、また一つの面白みになっていくんじゃないかなと思いますね。さあ、今こっちの方で、鹿の鳴き声が、少し警戒っぽい鳴き声がしたんですけども、水の方のピンでですね、もうすでにあっちの方まで回ってる可能性も十分にありますね。で、風がね、もろなので、ちょっと悩みどころなんですが、さあ、こっちでケンケンとキジが鳴いておるんですが、そこにいるんですけど、キジは、無視していきます。さあ、少し風をね、巻きながら、あ、いましたね、オジロジカの群れが今度ここに、移動してきてます。ここなんですけど、ここにピンを打ち込んできます。 214m。 さあ、ここにオスがいますね、一頭。さっきのオジロの群れが、ここまで抜けてきたということです。なので、オスを一頭仕留めて移動する範囲もこの辺りのものなので、そんなに、一回ミスったり怯えさせたからといって追うのが難しいことはないです。しっかりと獲物が進んでいった方角を、見ながらやれば問題ないと思うので、じゃあ、ここから軽く一発当てます。 200m の距離なんですけど、あえて致命的じゃないダメージを与えて獲物を追っていきたいと思います。ゼロインを200に合わせて標的を絞ります。オスがいないっすかね。今回オスが合いましたね。若いオスがいたので、若いオス狙っていきます。心臓を打ちたくなるんですけど、心臓に当たりましたね。はい。心臓に当たりましたね。まあ、当てましたね、完全にね。やっぱり今、浅く打とうとしたんですけど、無理でしたね。狙いは、どうしても心臓になってしまいます。
まあなので、あんな感じでしっかりと当てて倒すのが一番いいですね。どうしても本当に痕跡を追うのが一番難しいと思うので、極力追わなくていいような仕留め方を意識して狩ることが求められます。はい、若いオスですね。肺から入ってますね。盾、売却。さあ、そのまま、さっきのオジロを追いたいんですけども、メスしか残ってないので、両刃を変えてもいいんですが、まあけど本当、最初にお見せしたように、とにかく、獲物に着弾した位置と着弾後のリアクションっていうのを注視する必要があります。それをちゃんと見てやれば、獲物が走ったとしても、獲物が走った先にピンを打ち込んでやって、そこから追っていってやるというような、あくまでも結婚だけにとらわれすぎず、獲物の動きをしっかり見るっていうことがとても、重要になってくると思います。そこを意識してやれば、獲物の動いていった方向だとかっていうのが読みやすくなるので、比較的、獲物を追い込みやすくなると思います。走りましたね。さあ、ここで獲物が走った。この状態で獲物をしっかりと、走っていった方向を確認します。抜けていきましたね。ここですね。で、抜けたんですけど戻ってきてますね。一回上に上がったと見せかけて、今度方向を変えました。なので、こう登っていってこう降りてきたってことですね。なので、この辺りに軽くピンを打ち込んで、風を意識しながら今獲物が走って降りていった方向に回り込んでいきます。いましたね。降りてきてますね。さあ、さっきのオジロの群れだとは思うんですけど、まだちょっと確実ではないです。まあ9割さっきのオジロの群れなので、もうオスは残ってないんじゃないでしょうか。さあ、肝心なのは獲物をしっかりと打ち込める場所に自分が移動することなので、これはもう、レンジャーモードだろうと何モードだろうと変わらないとは思うので、さあ一回上に上がって降りてきたので、意外と近いところで落ち着いている可能性が多いにあります。もう今さっきのオジロの群れが、潜んでるのはこの森もしくはここ抜けたとこっていう風にもうこの時点でわかるので、あとは風を意識しながらその獲物との距離、立ち位置、自分のっていうのを考えながら、立ち回っていくっていう感じで追い込んでいきます。さあ、まずはこの開けたあたり少しチェックしていきます。いますね。森の、森を抜けた反対側のとこですね。今一つパキッていう音がしたんですが、あの音の時はまだ獲物は、怯えていません。なので一気に走って抜けるっていうことは今のとこないので、まあ、逆に言えば向こうが自分の位置をこっちに教えてくれたっていう状態ですね。なのでそれを目視したいですね。何より目視。さあ、かなり近い、この、向こう側に潜んでると思うんですけど、ここで焦ると一気に走らせちゃうので丁寧にねやっていきます。鳴いてますね。オスですね、今鳴いたのは。今鳴いたのはオスですね。あ、こっちにもいますね。こっちはミュールですかね。ミュールジカがいますね。ミュールですね。で、こっちでも、オジロがいるんですけど、こっちのオジロはもうメスしか残ってないので、ミュールジカのオス行こうかなと思います。ここに、オスが1頭いるので、なかなかいい立派な角してますね。ちょっと見にくいんですけど、
で、141m なので、ここから狙撃してやろうかなと思います。さあ、しっかり、ゼロインを合わして、今 140m ぐらいなので、ここから狙っていきます。さあ、跳ねましたね。血吹いたので、ここから獲物がどういう動きをするかをしっかり見ます。この木の裏ですね。さあ、出てこない。右から別の群れが走ってきましたね。さあ、出てこない、かつ、止まってるので、ここでしゃがんでますね、奥で。木の裏ぐらいじゃないんでしょうか。一旦ここにピンを立ててやって、で、少し詰めていきます。さあ、これがその血痕なんですけど、ピンク色の血が噴き出しますね。このまま、血を追っていくんですが、こんな感じで、血は基本的にはこの血のまっすぐ向いた方向に、こんな感じでついていくので、これをしっかりと追っていくことで、獲物の方に近づくことができます。もうこの辺りでしゃがんでると思うので、さっと見てやる。いないですかね。いないのであれば、またこの血をしっかりと追っていきます。で、追うときに分からなくなることがあるので、こういった今この先の血がちょっと見にくいと思ったら、ここで一発ピンを立ててやる。で、周囲のここですね、ここに血があるので、このまま、追っていきます。あ、よかった、ちゃんと走ってくれてるので、痕跡を、血痕を追うのをちゃんとできるので、はい、ここでしゃがんでおりました。じゃ、チェックしていきましょう。右ハイですね。もう少し下、車線はいいんですけど、角度、高さですね、高さが高かったということで、極力、一撃で倒すことを意識すれば、動物を追うっていうことも当然少なくなるので、しっかり、致命的なダメージを与えれるような瞬殺ですね、即死が一番好ましいんじゃないかなと思います。即死した場合だと、余裕があればすぐに、2投目に追い打ちできるので、そういった意識でやっていけば、すごく狩りやすいんじゃないかなと思います。ということで、今回はね、短かったんですけど、ちょっと上級者向けの狩猟テクニックになるのかなっていう感じで紹介させていただきました。それでは、また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。